私はミオ、シュンお兄ちゃんの妹。歩けなくてずっとお家にいるんだけど、それでも一つだけすごくいいことがあるの。ねえお兄ちゃん。なんだいミオ。外を見たい。そうか、よいしょ。そう、おねだりすれば合法的に抱っこしてもらえる。はい、これでいいか。うん、ありがとう。お兄ちゃん。なんだいミオ。台所に行きたい。そうか、よいしょ。ただ一つ残念なのは、うちが狭くてすぐ目的地に到着する。はい、これでいいか。うん、ありがとう。お兄ちゃん。なんだいミオ。外を見たい。そうか、よいしょ。はい。お兄ちゃん。何？台所に行きたい。よいしょ。お兄ちゃん。何？やっぱり外を見たい。そうか。お兄ちゃん。何？やっぱり台所。そう。やっぱり外。やっぱり台所。やっぱり外。やっぱり台所。おいミオ、どこに行きたいか先に決めてから言いなよ。そうだな。ちゃんと言えば好きなところに連れて行ってやるから。お兄ちゃんがいるところならどこでもいいよ。はいはい。で、どこに行きたい？それじゃあお風呂。お風呂か。お風呂はな、昨日入ったからな。毎日入れよ。